アルデラ・ハレ、1240年頃から1287、1288、1304年頃は13世紀の音楽家。フランス中世後期を代表する作曲家の一人で最初のオペレッタの作者、最後のトルベールもしくはミンストレル、そしてアルス・アンティクアの多声音楽の代表的な作曲者の一人とされる。アラスのアダンのほか、アダン・ル・ボシュあるいは、 アラスの母子というあだ名が知られている。手織物工業と、その貿易で栄えたフランス北部ワルトワ地方の町、アラスで役人の家庭に生まれる。あだ名から何らかの身体的なハンディキャップがあったことが示唆されるが、アダンは自身の作品、シチリアの王の検定の字において、見ての通りそういうことはないのですと述べている。高度な教育を受けることができたらしく、 1262年頃にパリの大学で聖職者の教育を受けたという説があり、この説が正しければこの大学を中心として広まっていたアルスアンティクアの複雑なポリフォニー音楽に直接触れる機会を得た可能性がある。教育を受けた後はアラスに戻ってきたようで、1270年代からはアラスの領主ロベール2世にミンストレルとして使えていたらしい。 またアラスでは裕福な市民階級が多かったため大きな歌謡組合があったがそこに属して音楽の研鑽を受けていたともされる彼の多くの作品はそのテキストに使われている言葉の名りからこのアラスで作られたようであるその後両首と共に1276年もしくは1277年にパリへ移動しさらに1283年に ナポリのシャルル・ダンジューの宮廷へ向かった。1287年もしくは1288年頃に、この地で亡くなったとする説が有力であるが、1304年頃に、アラスで亡くなったという説もある。彼は二つの劇作品を残しているが、そのうち、ロバン・とマリオンの劇は、当時のフランスで普遍的な伝言誌をもとに彼、自身による数多くの多声音楽を付随したもので、 シャルル・ダンジューの宮廷で上演されたことが分かっており、最初のオペレッタとも言われる。また、伝統的なトレベールの視野形式による数多くの、ジュー・パルティ、モテット、多生論道が残されている。ロバンとマリオンの劇1275年頃のアラスでの作とする説や、1284年頃のナポリでの作とする説などがあり、正確な創作時期は確定していない。 羊飼いの娘マリオンに一目惚れした騎士が自分のものにしようとその恋人のノーフローバンから彼女を奪うが、マリオンは騎士になびかずカタなに拒否する。マリオンは解放され、仲間たちはパーティーを開いて祝福する。素朴な内容のストーリーであるが、現代でも時折上演される。第7話から第9話まではほとんど筋がなく音楽や舞踏。 コミカルな会話を主体とする上調的な部分なので、しばしばカットされる。葉隠れの劇、もしくは、狂人の劇アラスの街の祭りで上演するために書かれたらしい。いくつかの資料による推測により、初演は1276年6月3日と見られる。アダン自身や家族、友人、知人など、彼の周辺に実際にいたと思われる、アラスの人々が登場する風刺劇。 上記のアダンの経歴の多くは、この戯曲の内容から推察されている。葉隠れの劇の題名が定着しているが、実際は冒頭に、アダンの劇と記述されているのみで、彼自身がこれに、特別な題名をつけた形跡は残されていない。登場人物の構成や、会話内容から、全体で4場面程度に大きく分けることができるが、写本の戯曲には明確な場明けは見当たらない。また、 音楽は残された写本のいずれにも残されておらず、もともと音楽なしの劇であった可能性もあるが、音楽の素養の深いアダンの作品であることや、登場人物に多くのジョングルールが含まれることなどから、即興的に演奏された可能性が大きい。ボスは、来るのい,い。汎用語として、腹を抱えて笑う意味の言い回しにも用いられる。ありがとうございます。